ガリシア州内の一マリンは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体。行政的には、コマルカド・モラソに属するが、社会的、経済的には、ポンテベドラ都市圏を構成している。ガリシア統計局によれば、2013年の人口25,483人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は90.02%。 マリンは、ポンテベドラ県の西部に位置し、コマルカとモラソに属する。西北部は、リアでポンテベドラに面し、隣接する自治体は、西がブエウ、北がポンテベドラ、東がビラボーア、南がモアーニャである。面積は3 6 7 k ルで、これは、ガリシア州の自治体の平均より、かなり小さい。マリンは、リアでポンテベドラの南側、 モラソ半島に位置し、ポンテベドラからは7トル、B5 からは2 7トルの距離にある。マリンはマリン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は7の教区の77の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のマリアピラール・ラマージョ、バスケス、自治体評議員は、ガリシア国民党12、ガリシア社会党5、 ガリシア民族主義ブロック 3MAR-IN1 となっている。マリンは7つの教区に分けられる。ありがとうございます。